はい、こんにちは。村野さとしです。今回はですね、第15回村野さとしオータムライブ技量検定授業すべて公開、今度の29日日曜日ですね、に、午後1時から実施します。そのちょっとダイジェストをお見せしたいと思います。すべて私がですね、技量検定で行った授業ですので、まあちょっとね、時間的には少し短めなんですけども、まあその時の指導案と、検定用のコンテンツ、すべて皆さんに差し上げます。まあ私もいろんな授業を作ってきましたけど、この技量検定用の授業はね、本当に本を何十冊と読んで勉強したものばかりですので、おそらくですね、皆さんのお役に立つんじゃないかなと思って今回提供することにしました。それでは第一講座から順番にやっていきます。はい、ではまず第一講座からです。俳句作りに挑戦というですね、授業を行います。これ私 D 表検定で初めて段級位に挑戦した授業です。はい、ではまず画面を見てください。古い池がある。カエルが飛び込む。水の音がする。はい、この様子を読んだ有名な俳句ありますよね。何ですか？そうですね、これです。古い池や河津飛び込む水の音、松尾芭蕉の句ですね。はい、はい、全員で読んでみましょう。3、はい、古池や河津飛び込む水の音。そうですね。はい、季語はどの言葉ですか？はい、そうですね、カエルです。では季節はいつでしょう？そう、春ですね。俳句には必ず季語を入れますね。はい、それではこの俳句のリズムはいくつですか？そうですね、575ですね。575のリズムを基本に作るんですね。はい、それではね、今日は俳句作りに挑戦していきます。はい、続けてですね、私が初めて C 表を受験した時の授業です。疑似外来語の授業行ってみます。はい、ワインという言葉は外来語です。では外来語を使わずに言い換えたらこれ何と言いますか？はい、そうですね、これはブドウ酒と言いますね。はい、それではデパートはどうでしょう？はい、そうですね、百貨店です。それではスプーンはどうでしょう？はい、そうですね、サジですね。江戸時代にはこんな言葉もありました。マーストカートル、言い換えると何ですか？はい、マーストカートルとは、はい、続けて第3講座ですね、日本人の書き言葉の授業です。はい、読みます。3、はい、私は人間である。この部分を何と言いますか？そうですね、これ主語って言います。はい、一番下の丸い記号、これは何と言いますか？そうですね、これ句点と言います。ではこの句点で区切られたこの単位のことを何と言いますか？そうですね、これを文と言います。はい、これは奈良時代の、はい、これは C 表で受けた翻訳主義の授業です。はい、明治7年頃東京の町の様子です。はい、この人の職業は何ですか？警察官ね。はい、でもね、当時はね、まだ警察官と呼びませんでした。実はこの文の中に書いてあります。探してごらんなさい。見つかりましたか？そうですね、ここですね、ここですね。ポリスマンを翻訳して巡査と呼びました。ではこれは何でしょう？うん、ポストね。でもね、当時はポストと呼びませんでしたね。ここに書いてあります。何て書いてありますか？ここですね。はい、そうです。これはね、ポストを翻訳して、はい、続けて B 表の授業です。混ぜ書き語の授業です。はい、小学生には少しだけ難しい漢字です。何て読みますか？そうですね、これは完璧と読みます。ある新聞記事です。ここにはこう書かれていました。さっきと何か違いますね。何が違いますか？そうですね、一部がひらがな表記されていますね。もう一つ見てみます。はい、何と読みますか？はい、これはね、改ざんと読みますね。はい、あるニュース番組です。やはりここでも一部がひらがな表記されてますね。はい、このように熟語の一部をひらがな表記したもの、熟語の一部をひらがな表記したものを、はい、今度も B 表で受験しました、旧字体新字体の授業です。はい、戦前の新聞記事です。この赤丸の漢字、難しい漢字ですが、何と読みますか？はい、そうですね、今では簡単にこう書きますね。
このように昔使っていた漢字を旧字体と言います。言ってごらん。そう、そして今私たちが使っている漢字を新字体と言います。これも言ってごらんなさい。今から75年前、戦後間もない昭和24年に出された東洋漢字字体表です。これによって新字体は誕生します。その前書きです。はい、続けて最後の授業です。保険の授業です。古代ローマ時代、ある病気の治療中です。何の病気でしょうか。病名をノートに書きなさい。多くの人がかかる痛みの強い病気です。はい、何だと思いますか。はい、これはね、虫歯なんです。当時の文献に次のように書いてあります。読みますね。排他に効くのはヒヨスの種を炭火の上に振りかけて行う燻蒸法である。これ燻蒸法とは煙で口の中をいぶる方法です。そうするとね、次のようになると書いてあります。読みます。その後お湯でうがいをすると、時として小さな虫があたかも追い出されたかのようになくなる。虫歯の原因は何だと書いてありましたか。そうですね、小さな虫ね。当時は歯の中の小さな虫が虫歯の原因だと考えられていました。はい、以上ですね、7つの授業の導入のところですね、見ていただきました。まあ、この後結構いろんな展開を示すんですけどもね、ぜひですね、このセミナーに参加していただけると嬉しいです。まあ、今の虫歯の授業なんかはね、特に時代が過ぎていて状況が変わっているので、一部変更してね、授業したいなというふうに思っております。ではたくさんの方の応募お待ちしております。概要欄からお申し込みできますのでね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。